疲れ様です。今回の動画はですね、ちょっと八つでの剪定についてね、ちょっとね、簡単にちょっとね、説明しようと思います。八つでの剪定なんですけどね、その、剪定、八つではこう剪定しなければいけないっていうのはね、ないんですよ、別に。ただその、家の方がどうしたいかっていう方に、その、着目した方がね、わかりやすいと思います。はい。でどうしたいかっていうことなんですけど、もしその八つ手が大きくなってね、もうちっちゃくしたいと、ちっちゃくしたいけども、そのなくす、もう伐採してしまうのはこう忍びない、でちっちゃくしたいっていうであればね、もう太く伸びてるやつはもう全部切ってもうて、で下からちっちゃいね、新しいこう枝が出てるんですよ。だからちっちゃいやつだけ残して、もうビューッと伸びてるね、大きかったら全部下から切ってもまうっていうね、管理の仕方がありますね。そうすることによって、またそのちっちゃいやつがまた伸びていくと。で、伸びていって、また下からちっちゃいのも出てくるんでね。また、剪定するときは、伸びすぎたやつを全部切ってもうてね、下のちっちゃいやつだけ残しておくと。で、またそれが伸びるっていうね、管理の仕方がありますんで、もう大きくて邪魔やけども、なくしてしまうには忍びないっていう方はね、1年に1回、そういうふうな、こう、更新ですね。するやり方があります。はい。で、ぶっちゃけね、僕もそのやつでね、毎年出てくるんで、もう切っていらんからっていうところもあるんですよ。で、そういうとこも、もうそれはね、ちっちゃい芽残さずにもう全部切ってしまうんですけども、毎年出てきてますね。それぐらい強い樹木ですので、そういう更新の仕方ができるっていうことですね。で、一つ注意しなければいけないのがね、やつでね、園芸店で買ってきて、植えてまだ2、3年しか経ってないとか、どっかから移した、移植したりとかした場合はね、その場合もう切ってしまう、それぐらいバーッ切ってしまったらね、もうそれは根がしっかりまだ張ってないんで、枯れてしまう可能性があるということ、これが一つだけね、注意しなければいけないことですね。で、もう一つがですね、その剪定なんですけど、その、どうしたいかっていうことでね、まあ、ある程度大きくなってると。大きくなってるね。まあ、それをまあ、それなりのデカさで維持していきたいという剪定ですね。で、それ、今回、その動画で載してるのもね、まあ、そういう感じの剪定なんですよ。やつでがあると。で、まあ、あまりにも伸びてるから、まあ、それなりにそこで維持するのに、ある程度、その、樹形を、コンパクトにして、ちょっとこう、見た目的にも涼しくするという、そういう感じの維持の仕方をしてるんです。で、それでまあ、一応、ちょっと説明しとくことはですね、まあ、こういう感じにやつでがあるとするじゃないですか。その場合ね、もう、好きな高さで切るっていうことなんですよ。どういう高さにしたいかっていう場合、この場合ね、ちょっと伸びてるんであれば、まあ言うたら、もう全部ここで切ると、高すぎるんでね、全部ここで切ると。で、じゃあこの、こう、上がなくなってしまうっていうことですね。はい。で、こんだけコンパクトになるじゃないですか。で、この切る位置なんですけど、ここね、葉っぱがあろうがなかろうが、もう何にもない軸になったとしてもね、別にいいんですよ。はい。そのね、何にもね、ないとこ、葉っぱが、普通葉っぱがあるとこで切ってとか言うじゃないですか。何もない軸のとこで切ってもね、出てきますよ、ここから。ここから出てきます。はい。ですんで、別に、これがね、長すぎたからって、この元で切らずにね、もうここで切って、ここからまた枝出したねなっていう場合はね、もう好きなところで切ってもらっていいです。はい。で、まあ、一個注意するのがね、まあ、この切る時期なんですけど、まあ、一応、やつでも常緑樹なんでね、まあ、秋口ですね、11月ぐらいからね、来年のその3月ぐらいまではね、まあ言ったらもう休眠期みたいなもんなんですよ。ですんで、その11月ぐらいにこう切ってしまった場合ね、このからね、来年芽が出ずにね、これがね、黒くなって枯れ込む場合があるんですよ。はい。ただね、その、まあ、やつでの枝が1本2本ね、黒く枯れ込もうが、枯れ込もうとてね、まあ別にええんじゃないかって思うんですよ。もう他は結構ね、生きたりしますんで、もう別に枯れたとてね、ええんじゃないかという話です。はい。で、運良かったりとか結構出てくるんですけどね、次の年ね、ここからね。はい。ですんで、まあもう好きなところで切ってくれていいと。まあできれば、その、こう枝分かれしてる場合があるんでね、この上で切るのがね、まあ一番いいでしょうけども、
いいでしょうけども、別にそれにこだわらんでもいいですよ。その枝分かれしてるところで切ろうってこだわったらね、それに合わすその形になってしまうんですよね。だから自分のしたい形にできないんですよ。その枝の出てるとこで切る、それに合わすとしたらね、それに合わすその樹形になってしまいますんでね、自分で形作りたかったらもうここで切りたかったらここでズバーッと切ってもらっても大丈夫です。はい。でここから出ると、で枯れたとてね、まあやつでの枝が1、2本枯れようがいいじゃないですか別にね。はい、ということです。とで、まあそういうのにバーッと切ると、切った後ね、葉っぱがね結構あのごちゃごちゃっとしてるんですよ。まあこれが一応葉っぱのなんですけど、ビューって出てめっちゃ大きい葉っぱもあれば、ちょこっと出てちっちゃい葉っぱもあると、そういうのがねこの辺でグワーってなってるんで、それはねもうほんと適当にねすかすと、もうその大事なことはもう見た目だけですわ。だからごちゃごちゃってなってたら、その太い大きい葉っぱとかね、パン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 と適当に切って、ちょっと中をすかすぐらい、もうそれはほんと自分の見た目重視。あ、ちょっと多いなと思ったら切ったりとかね、こっちちょっと葉っぱ出すぎてんなと思ったら切ったりとか、もうそれはもうそのこうしたらいい、こうしたらあかんって別にないんですよ。もう見た目のみの判断なんで、自分が見て綺麗感じにねこう間引いてくれたらいいですわ。でこんだけね茂ってた中にね、やっぱこう茶色くて枯れた葉っぱがついてるんですけど、そういうのだけ取るだけでも全然すっきりしますんでね。あとはあまりにもこう葉っぱがねガッと大きい葉っぱが下の方が良さあるんですわ。まあ、そういうのをこう本当見た目だけの問題で取り除いてもらうということですね。はい。そんな感じにすればまたこういう感じにまた維持できて、でまたここからまたね1年経てば荒れますけども、また自分の好きな形でね維持して楽しむっていうのがねいいんじゃないでしょうかね。でもう一個言うとくのは、まあ、花がね一応咲くんですよね、やつでね。秋口ぐらいですね、10月ぐらいからね白い花咲くんですけど、そのまあ花が咲くから剪定どうしようとかってねいう話なんですけど、ぶっちゃけねその植木屋さんでやつでの花いつ咲かそうかなとかね、花気にして切ってる方ってね見たことない、もうほぼいないです。もうやつでの花を重要視してる植木屋さんでほぼいないんちゃいますかね。うん。だからそのまあやつでしっかり花咲かさなあかんってね思ってる植木屋さんで、ね、全国でね多分ね80人ぐらいしかいないかもしれないですね。それぐらいね、そのもうそんな意識せんと切っても別に花咲きますしね、咲きますし、あの白い花なんですよ。で、あの虫がねめっちゃ来るんですよ、その花にね。でなんかね、なんかハエみたいなのもブワーってたかる時あるんでね、あんまりその喜ばれてないですね。で花とか秋口ついてたらね、花も全部切ってとかね、僕らも花全部バーッ切ったりとかもしますしね。だからその花をどうこうって意識するような木でもないとは思います。はい。まあこれはその現場の話なんですけどね、さつきとかツツジとかね、あんな感じに花咲かすみたいなこと考えてる方ってね、ほんとね全国でね80人ぐらいしかいないんじゃないかと思ってます。はい。ということで、やつでの花がねほんと好きで楽しみにしてる方大したね、申し訳ないです、すいませんでした。はい。ただ実際の話ね、おまあ僕の周りではそんな感じですかね、ということですね。はい。ですんでまあこんなとこですかね、要点としたらね。ですんであとは実際あの切ってる動画この後見ていただいて、ちょっと認識を深めていただけたらなと思います。はい。ほんとね、もうものすごく簡単なその植物なんでね、その剪定するに際してはね、もう自分の好きなように、あの見た目の問題です。はい。別にこれしていい、これしたらあかんとかほぼないんでね。はい。あの楽しんでやっていただけたらなと。でまあまあ葉っぱが結構ね綺麗しね、あの面白いんでね、うまいこと利用するのがいいと思いますよ、お庭で。だから別に切らんでもブワーってね伸ばして結構大きくなるんですよ。ほんとね、掘ってたらね3メートルぐらいになるやつもありますし、で一つね、その種類が違ってね、紙やつでって言うてね、もっとめっちゃでかいなるやつあるんですよ。もう何メートルぐらいですかね、もう5メートル6メートルぐらいになるね大きいやつでもあるんですよ。紙やつでっていう種類なんですけど、また興味あったら調べてもらったらいいんですけど、でまあ普通のやつでもね、別に大きくできるんであれば大きくしてもね結構面白いですよ。あの南国っぽいイメージもね出せますしね。だから本当好きにやってもらったらいいと思います。ただスペースが狭くて
そのコンパクトにしないいけないということであれば、その切ったらどうなるかってね、さっき説明したね、性質も踏まえてやっていただけたらなと、はい、思いますんで、でこの後ちょっと動画見てもらいましょう。よろしくお願いします。剪定をしますね。まず一番どの高さでするかっていう、しのぎなんですね。これがすごいです。
じゃない。